皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はね、12月23日の小川チャンネルスクールについて、お知らせがあります。実はですね、20名の定員というふうに、告知をしておりましたが、すでに、定員をオーバーして25名のエントリーが、集まってしまいました。はい、ということで、エントリーの方は、終了とさせていただきます。ただエントリーフォームは、そのままに、しておきます。一応ねキャンセル待ちという形で、5名ぐらいは、枠をちょっと、開けておこうかなというふうに、思っております。もしね、キャンセルが発生した場合は、優先的に、早い順で参加できるというそういった形にしていきたいと、思います。はいね、まだ1ヶ月以上あるんですよ、12月23日で、でまだ1ヶ月以上あるのにこうやってあっという間に、ね、エントリーが埋まってしまって、しかも最初に、ね、20名という風に設定していたんですが、結構すぐに、20名も埋まってしまって、でかなりね、嬉しかったです。ありがとうございます。はい、で今回まあ愛知県ということでやっぱりねその自走で来れる方が多いようで、愛知県のエントリーの方が多分ね8割ぐらいに、なります。あとはね大阪だったり、滋賀だったり静岡だったり隣のね近県の方も、結構エントリーしてくれて、まあ95% は、おそらく、愛知県周辺の、方で埋まっていますね。中にはね実はね埼玉の方もいらしたりとか、結構ね遠くから、来られる方もいられるんですよね。はい、で結構ねその今回は、愛知県でそういうスクールだったり、オーバーオールでは僕ショーをやるんですけども、ショーもやりますし、そのやっぱり僕が行く先々の人しかやっぱお会いすることができないんですよね。でこの前だったら山形県の、イベントで山形行ってきましたけど、やっぱりねその東北地方の方が、メインで来てくださいました。だからその僕がね本当にいろんなところに行けるようにねもっともっと、有名になってね、もっともっと YouTube をね成長させて、皆さんとお会いできる機会、皆さんにね、ショーを見てもらえるような機会をね、作れていけたらなと思いますので、引き続きね小川チャンネルの方、応援よろしくお願いします。はい、僕もね頑張って動画たくさん、更新してアップしますので、暇潰しに、見てもらえると嬉しいです。はい、以上で、小川チャンネルスクールについてのお知らせでした。またね。